や家柄など関係なく、私を親衛隊に取り立ててくださいました。今は亡きカルタ様の意志を継ぎ、カルタ様の理想とした一周家のあるべき姿を私は取り戻したい。何度も言うけど、私はそのカルタって人じゃない。同志なんて務まるわけないでしょ。当然必要なことはこれから学んでいただかなければなりません。ですが、当主たる資質というものは学んで得られるものではないのです。私のことなんてほとんど知らないくせに、その資質があるっていうの？ウィスタリオ・アファムを救おうとしたその気高き精神に、私はカルタ様の面影を見ました。あの時確信したのです。カチュア様こそご当主にふさわしいと。それ本気？はい、カチュア様こそ異臭家の当主になられるべきお方です。でもそう思ってるのはあなただけでしょう。確かに家老の沖縄ウロカとの間には大きな隔たりがあります。ですが異臭家を我が物にせんとする奴の思惑通りにはさせません。窮屈な思いをさせますが、今しばらくご辛抱ください。異臭家も一つじゃない。やめてよ、まだ帰れるかもしれないって思っちゃうじゃない。なるほど、異臭家の厳重な検問はそういう事情があったからなんだね。それで5番目のポイントにも、さすがにセブンスターズに睨まれては身動き取れませんね。うん。この先ウルズハントはどうするんだ？今はカチャを優先する。俺のお嫁さんになる人なんだよ。嫁か。そうか、やっぱりお前はすげえやつだよ。それで彼女の居場所は分かっているのかい？いえ、カチュアさんを連れ去った船は見失ってしまいました。それは困ったね。居場所なんざ検問張ってた異臭家の奴らに聞きゃいいじゃねえか。さらった連中の仲間ならなんか知ってんだろ。どうしてあなたはいつも物事をそう極端に。いや、ゴーキュッパの言う通りだ。わか、時間が経てば向こうの体制が整うだけだと思う。もう俺たちは手段を選んでる場合じゃない。途中に寄ったコロニーに異臭家の部隊が駐留していたね。ええ、ちょうど小規模な部隊が。お二人まで。船の制圧は俺らに任せとけ。ありがとうゴーキュッパ、俺に力を貸してくれ。だから貸すって言ってんだよ。皆さんはよろしいのですか？若が決めたことであれば私はついていくのみです。カチュアさんを取り戻したいです。腹はとっくに決まっとるわなあ。このままじゃ死んでも死にきれんもの。俺は最初からそのつもりだぜ。決まりだな。そのようですね。こっからが本番だ。絶対にカチュアを取り戻すぞ。
あれか。まさかこの戦力差で逃げずに出てくるとはな。よほどの間抜けか、あるいは。よっ、確かに腕は立つ。沖野が手を焼くわけだ。その髪もらうぞ、上官殺し。俺は沖野ウルカの命令で来た。これに背く意味は分かっているな。もはや沖野に異臭家家老たる資格はない。そういうことだ。ヒラヒラとよく逃げる。俺は貴様とは違い、勝ち方にこだわるほどイカれちゃいないんだな。まずは挨拶代わりに。あなたか、船に近づけさせるな。役に立つとこ見せないとね。これ以上好きにはさせんぞ。イーサンたちよ、盗み聞きはよくねえぞ。だったらお前さんもさっさと部屋に戻ったらどうだ。体を休めておくようにと若も気遣っていたであろう。目が冴えちまうんだよ。シクラーゼが絡んでるって聞いてからずっとアンディとビト二人の顔が頭に思い浮かんで離れねえんだ。わしらはお嬢ちゃんを助けに行くんだぞ。それを忘れとらんか。猛録したじいさんたちと一緒にすんな。もちろん覚えてる。だけどな、奴を前にしたら敵を討ちたい気持ちが爆発しちまいそうなんだ。その男との因縁はお前個人の事情だ。仇討ちをやめろとは言わん。じいさん、きっと若ならそうおっしゃる。あいつはそうかもな。敵だった俺なんかを助けて自分の船に乗せちまうんだ。その上夢の手伝いまでさせようってんだから、ほんとわからねえやつだよ。でもあいつの描く夢なら不思議とこの目で見届けてえと思っちまう。だがその前に肩をつけてんだ、シクラーゼとは。だったらつけてくるといい。ただし死んではならんぞ。ああ分かってる。お前は今後の金星を担う貴重な労働力でもあるのだからな。何より若が悲しまれる。死ぬつもりはねえし、もう誰も死なせるつもりもねえよ。ここでやり残したことを全部片付けて、こっから先は前に進むだけだ。その言葉、夢忘れるな。じいさんたちより先に死ねるかって。どうもおかしなもんが見えてきたぞ。おかしいのはお前さんの顔だけで間に合ってるんだが、ほとんど同じ顔じゃろうが。なんだありゃ、追ってた船だな。シクラゼに追いついたのか。若を呼んできましょう。何なんだこの場所は。あれがラタトスクなんですか。ウルズハントに参加した時から私もシクラーゼ君も、そして彼らもまたこの地に導かれる運命だったのかもしれないな。このどこかにカチュアがいるんだね。必ず助けに行く。だから。待ってて。